白隠絵画筆、ダルマズ自家指人身、検証生物とある白隠絵七1769年1月18日は、臨在集中高の祖と称される江戸中期の前奏。送り名は、新規読明大禅寺、正宗国師。丸窓内自画像、衛生文庫像。明和元年白隠80歳の自画像。 駿河国原宿にあった長沢家の三男として生まれた白院は15歳で出家して諸国を暗逆して修行を重ね24歳の時に金の音を聞いて検証体験するも増長して品のいい山の正治老人に穴倉全坊図と厳しく指団されその指導を受けて修行を続け老婆に放棄で叩き回されて次の海底の悟りを得る後に全修行のやりすぎで 全病となるも、白竜師という仙人より、内観の秘宝を授かって回復した。その白竜師の基情にはただ、中陽、老子、今後を般若行のみが置かれていたという。さらに修行を進め、四十二歳の時に、コオロギの声を聞いて、仏法の悟りを完成した。この経験から善を行うと起こる全病を治す、治療法を考案し、多くの若い修行像を救った。 内観の秘宝は、気候でいう機械炭電式の後方に相当するものであり、またこれは、天台少子観と同じとも言っている。他にも、何祖の方を教授している。また他の就門を兼ねて修道すべきではないと、今しめている。これは、他の就門を排除するためではなく、それぞれの就門を収めることがそれぞれに浄土をすることにつながると捉えているからである。浄土門は、 浄土門として認め、神聖念仏の人という話もしている。また、妙法蓮華の話もしている。地元に帰って、布教を続け、総当州、大幕州と比較して衰退していた、臨済州を復興させ、駿河には過ぎたあるものが二つあり、富士のお山に、原の白印とまで歌われた。現在も、臨済州十四派はべて白印を、中高としているため、彼の表した、 座禅和山を座禅の折に独書する。現在、墓は原の松院寺にあって、県指定史跡となり、彼の描いた禅画も多数保存されている。彼は初めて悟りの後の修行の重要性を解き、生涯に36回の悟りを開いたと自称した。その悪なき求道精神は、第五十八度、小悟る数知らずという言葉に表彰され、現代に伝わっている。また、 これまでの語録を再編して、公案を宣伝させ、体系化した。中でも自ら公案した、石守音声と最初の検証体験をした、上州無事の問いを、公案の最初の入り口に置き、以後の修行者に必ず産休するようにさせた。また、母大臣の大切さを説いた。母大臣の亡き修行者は、魔道に落ちると、自身の著作に綴っている。彼は、生涯において、 この四具勢願いを貫き通し、民衆の教家及び弟子を育てた。白院は、また、広く、民衆への布教に努め、その過程で善の教えを表した絵を数多く、描いている。その総数は定かではないが、一万点かそれ以上とも、言われる。絵の制作年がわかる、最も早い作は教法四年の、ダルマズで、縦二百二十センチメートル以上の大作。 ダルマズは寛演四年の作である。代表作の一つ、大東国史像では、紙面には下書きや書き直しの跡が残り、このような、ツタナによって匠を超えていった技法は、後の蘇我昇白などに強い感銘を与えたと想像されている。初課の石川九葉は、白院の墨石について、書法の主張を捉え、 書でなくなることによって書であるという逆説によって成り立っている書ならざる書と表している。白印の書画の代表的コレクターに細川森立つと山本初次郎がおり、前者のコレクションは衛星文庫に収められ、後者は大阪市立近代美術館建設準備室に寄贈されている。以下は小児の弟子。ありがとうございます。